大樹寺小学校正門の目の前にある大樹寺三門、岡崎市立大木寺小学校は、愛知県岡崎市の公立小学校。岡崎市、鴨田町に位置する小学校。1873年12月に創立した。卒業生は、主に二つの中学校に分かれて進学する。下記の学区のうち、河原町と都道町と同然町を除く区域は、 大門小学校とともに、岡崎市立北中学校の学区を構成する。河原町と都土町と道前町は、恵ぐ小学校と岩津小学校とともに、岡崎市立岩津中学校の学区を構成する。1975年4月4日、午前9時40分頃滑り台にて、事故発生。前日に入学した1年生が、 学校教諭が設計した新式滑り台に殺到し、十数人が団子状になる。当時は学区が広かったため、まだ珍しかった新入生が1時間目の放課時間に滑り台に殺到、6名いた担任も目を離した時の3時であった。1名死亡、2名重体、1名重傷、7名軽傷の3時であった。岡崎市教育委員会は、 当該事件を高記録に掲載しておらず、学校側の管理体制などの実態は闇に包まれた、ままであり、新編岡崎市市等にも記述はない。ただし訴訟等は発生していないことから、被害者との保障などは、穏便に行われたと推察される。岡崎町物語三十大樹字学区。岡崎市市制100周年記念サイト。2020年7月26日閲覧。 教育要欄岡崎市教育委員会。pp 106から107。2020年7月26日。教育要欄岡崎市教育委員会。pp 120から121。2020年7月26日。閲覧。教育要欄岡崎市教育委員会。pp 122から123。2020年9月27日。閲覧。愛知新聞1963年4月11日。柴田光一。思い出話。文芸岡崎第35号。岡崎文学会。2017年5月1日。月報岡崎の教育2009年3月号。岡崎教育ネットワーク。 P2 2021年5月31日閲覧。新入児、滑り台で死亡岡崎の小学校。中日新聞1975年4月4日、夕刊。ありがとうございます。